はい、こんにちは、116インズです。ロックアウト中の MLB で朝ニュースを見て驚くということは最近ほとんどなかったんですが、これにはびっくりです。今季までマリナーズ一筋11年間プレーし、フランチャイズプレイヤーとして活躍したカイル・シーガー電撃引退。私自身受け入れるまで少し時間がかかってしまいました。今季限りでマリナーズとの7年契約が終わり、で球団側も彼のクラブオプションを破棄して FA となっていたシーガーですが、今季は打率こそ2割1分2厘ながらもキャリアハイとなるホームラン35本101打点を記録し、年齢の面でも11月に34歳の誕生日を迎えたばかりだったので、マリナーズでなくとも他球団と契約してまだまだ現役続行するものとてっきり思っていましたし、実際シーガーとの契約に複数のチームがかなり興味を示していたという話をシアトルタイムズライアン・ディビッシュ記者も書いていましたが、彼の決断はまさかの引退。ほとんど動きのなかった MLB 界隈にとっては久々のビッグニュースとなりました。驚きを持って受け入れられた今回のシーガーの引退ですが、噂自体はどうもあったようですね。非常に家族思いの選手としても知られるシーガーは、マリナーズとの契約が終わるこのタイミングで引退を検討するのではないかみたいな話は出ていたようにも記憶していますし、ディビッシュ記者によれば引退の噂自体は流れていたようですね。ただ、さすがに今季パワー面でキャリアハイの成績を並べ、また本人も一度も経験できていないポストシーズンの舞台を経験するため、さすがに最低でももう1年くらいはプレーするだろうと見られていましたが、結果はまさかの引退と。その後、ディビッシュ記者はシーガーと直接コンタクトが取れたようで、今回の決断に至った背景等を記事にまとめていましたが、その中ではシーガーが今年の春の段階から引退を考え始めていたこと、家族のために引退の決断は難しくなかったこと、また今季最終戦の時点でこれが自分にとって最後の試合になると意思を固めていたことも明らかになっていました。シーズン最終戦でマリナーズはプレーオフ進出の可能性が完全についえましたが、サービス監督の計らいで T モバイルパークに詰めかけたファンたちからの大歓声を受けながらシーガーがグラウンドを後にしたあのシーンは彼の心にも残る瞬間だったようで、ファンのためにもプレーオフの舞台を届けたかったという、こちらも思わず涙してしまいそうな熱い思いも共有してくれたそうですね。あの最終戦の様子を見てシーガーがもうマリナーズのユニフォームを着ることはないんだなと覚悟しましたけど、まさかあれが選手としての最後になるとはね。正直に言ってしまえばもっと彼が長くプレーする姿見たかったんですが、シーガーが決めたことですし、これからご家族と穏やかな時間を過ごせることを心から祈っています。はい、でマリナーズで11年間多大な貢献をもたらしたシーガー、しかしデビューした当初まさか11年も活躍するような選手になるとは正直思っていませんでした。2009年ドラフト3巡目指名でマリナーズに入団したシーガーですが、当時の評価は5巡目相当と言われていましたし、マリナーズがこの年全体2位指名でシーガーと同じ大学出身のスター候補ダスティン・アクリーを指名したことから、アクリーのためにシーガーをこの順位で指名したんじゃないかみたいにも言われていました。大学時代からシーガーも活躍はしていたものの、常にアクリーの影に隠れ、アクリーのチームメイト程度の認識しか当時のマリナーズファンは持っていなかったんじゃないですかね。プロ入り後は比較的順調にマイナーの階段を駆け上がり、チーム内のプロスペクトランキングでも10位前後にランクインする成長は見せたものの、攻守にズバ抜けた存在でもなかったため、将来像はユーティリティ。2011年に MLB デビューを果たしますが、53試合でホームランは3本、はじめは MLB の投手に全く歯が立たなかったりと、本当に言われていた通りのユーティリティタイプなんだなというふうにも思った記憶がありますね。アクリーがこの年鮮烈なデビューを飾ったため、この時点のマリナーズファンにアクリーとシーガー10年後もマリナーズのレギュラーとして活躍しているのはどっちかと聞いたら 99.9% アクリーと答えていたでしょう。それくらいこの時点の両者には差がありました。しかしそれを変えたのが2011年オフのシーガーの努力ですね。オフに入るにあたって当時のウェッジ監督よりいくつか課題を与えられ、一つに打撃面のパワーアップ、あまりにパワーレスだったことから身体面の強化とスイングをより鋭くすることを求められました。もう一つがサード守備。シーガーはマイナー時代セカンドをメインに守ってきましたが、同じポジションには当時アクリーがおり、またサードのレギュラーだったショーン・フィギンスが当時契約に全く見合わないパフォーマンスだったので、ウェッジ監督からすれば一番シーガーにチャンスがありそうなのがサードという判断だったのかもしれませんね。結果的にこのウェッジ監督の課題はシーガーのキャリアのまさに転機となりました。その課題を見事にクリアしたシーガーは2012年シーズン20本と前年のパワーレスな印象を見事に払拭し、またもともと二遊間守れる程度に動けた彼のアジリティもサード守備に行き、レギュラーの座を確保。マリナーズがこの年限りでフィギンスを見限ることができたのもシーガーの存在あってでしょう。ユーティリティの将来像を一転させたのがこの年でした。
そしてその後もサードのレギュラーとして活躍したシーガーが球界内でも一人のスター選手として認識されるようになったのが2014年。この年159試合でホームラン25本、96打点、 OPS7 割8分8厘、初めてオールスターに選出され、さらには安定したサード守備やリーグ屈指のものとなり、エイドリアン・ベルトレやジョシュ・ドナルドソンといったライバルたちを抑えてゴールドグラブ賞も受賞。アクリーが完全に伸び悩んだのもありましたが、この頃にはアクリーのチームメイトという認識は消失し、カイル・シーガーという一人のスター選手として球界内での立ち位置を確立することができたんじゃないかと。シーガーの活躍に応える形でマリナーズはシーガーと7年総額1億ドルの契約延長に成功し、契約規模からしてもシーガーはスターと呼ぶにふさわしい選手となりましたね。またシーガーがマリナーズと結んだこの7年契約もチームにとって大成功と呼べる結果となりました。短縮シーズンの2020年を除いて年平均149試合出場、2020年も60試合全試合出場ととにかく丈夫で、故障での長期間の離脱は2019年の一度のみ。レギュラーとして試合に出続ける頼もしさがありましたよね。打撃面は7年間計172本のホームランに543打点、サード守備や DRS、UZR の双方でもプラスと、攻守に安定した活躍を見せてくれました。7年間のウィンザボリプレイスメントも合計 23.0、この金額で年平均3以上のウィンザーボールプレイスメントを稼いでくれたなら、十分に働いてくれたと言ってもいいんじゃないですかね。野球に対する姿勢や勝利へのひたむきさなどは、チームや番記者からの評価も高く、2019年にチームが再建に突入し、若手主体のチームとなってからは、クラブハウスの中でのリーダーとしても存在感を発揮。今季最終戦で JP クロフォードが涙ながらに彼のようなリーダーになると宣言していたあたり、シーガーの存在感の大きさが伺えます。先発投手のマルコ・ゴンザレスもシーガーのキャラクターの良さにたびたび言及していましたし、良きチームメイトとしてもチームに尽くしてくれたのがこのカイル・シーガーという選手だったんでしょうね。そしてシーガーはマリナーズでこれまでプレーした野手の中でも最高クラスの一人としてキャリアを終えることとなります。マリナーズで稼いだウィンザボールリプレイスメント 36.9 はチーム史上5位、1480試合出場、1395安打、242ホーマー、807打点はいずれも史上4位、二塁打309本は史上3位の成績となっています。上にはケン・グリフィー・ジュニア、エドガー・マルティネス、イチロー選手などといった豪華な面々が名を連ね、そういったクラスの選手たちに次ぐのがシーガーがマリナーズで築いてきたキャリアです。将来はユーティリティとか言われていた選手がチームの歴史の中でも偉大なキャリアを送った事実、メジャーリーガーの中でも決して才能に恵まれた部類の選手ではないと思いますが、かねてより評価されていた彼の野球に対する姿勢ですとか、こういったことの積み重ねが生んだ結果なのではないでしょうかね。2010年代のマリナーズはこれから勝てなかった時代として一括りにされてしまうと思いますが、シーガーはこの時代のチームを語る上でエースのフェリックス・エルナンデスと共に欠かせない選手だと私は思います。彼ほどの選手が一度もポストシーズンを経験することなくユニフォームを脱ぐこととなってしまったのだけが残念でなりませんが、家族との時間をゆっくりと過ごした後、いつの日かまたコーチなどの役割でマリナーズに戻ってきてほしいなと思います。2010年代前半のマリナーズは数多くの野手のトッププロスペクトを抱えながらも、その多くがこけてしまい、見ている側にとっていい思い出ばかりではなかったんですが、その中でもシーガーの台頭は私にとってまさに希望でした。11年間たくさんの思い出をありがとう。そして本当にお疲れ様でした。